今日は私が買ったものをご紹介していきます。はい、竹人です。ということで今日はですね、 EOS R5 と一緒に私が買ったいろいろなグッズとかものをご紹介していこうと思います。で、私最近連日 EOS R5 のお話させていただいておりますけれども、本来はね、Apple 製品、それからガジェット、まあカメラのレビューもするんですけども、そういうものを行っております。そして EOS R6 の方も購入してですね、比較のレビューもお届けしようと思っております。今日の話が面白かったな、ためになったなと思ったら、ぜひとも高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、この EOS R5 購入された方、まだ予約で当分来ないという方も結構いらっしゃるかと思うんですけれども、私はまあ運よく発売日に手に入りました。で、これ買った後にですね、やっぱいろいろ買っちゃうと思うんですよ、皆さんも。まあそういったもの、私がどういうものを買ったのかということをご説明、そしてお値段もかな、一緒に合わせてご説明していこうと思います。私の使い方ではこういうものが必要になったので買いました、みたいなことを含めてお話しさせていただきますのでね、もしあなたの使い方にぴったり来るものがあったら、ぜひとも購入を検討してみてください。それでは早速ね、画角の方を切り替えてご説明していきます。Tラボチャンネル。はい、ということで出てまいりました EOS R5 でございます。こんな感じです。はい、まずまあ買ったらですね、だいたい最近のこういうデジタルカメラ買ったらだいたい皆さん買うと思います。まずこちらですね、液晶保護フィルム、こちらを私購入いたしました。これがですね、エツミさんのゼロプレミアムというもので、クリーンクロス付きということで、表面コード QH ということでガラスフィルムっぽさを出しているんですけど、実際はガラスではないということです。プラスチックなのかな、かなり光沢があってタッチした感じもサラサラですごいいいです。 EOS R5 用は上の部分の窓のもセットで入っているということで、非常に良くて使っております。で、これガラスのやつってね、4000円ぐらいするんですよ。これはね、僕が買った時で2860円でした。で、もっと安い1000円ぐらいで、エツミさんとか白馬さんが出しているフィルムってのがあるんですけど、フィルムって僕 EOS RP かなんかには貼ってるんだけど、フィルムってね、こういうとこ剥がれてくるんですよね、だんだん。僕やっぱこう外で使うことも結構あって、海外旅行なんかに持って行って、いつの間にか使ってるとここ空気が入ってめくれてきてるみたいなことがあって。で、こういう硬い素材、要はまっすぐなやつだと、なかなかエアも入ってこないので、しゃがれてこないので、非常にこれ気に入っております。はい。ゼロプレミアムですね。はい。これを買いました。で、EOS R6 さっき買うって言ったんですけど、EOS R6 用も実はもう発売されておりまして、専用ってことでね。こちらはもうすでに本体来る前に売り切れちゃうというようなので、先に買いました。先週は発売になったのかな。はい。ということで、EOS R6 用の方ももう購入済みという感じでございます。もしね、気になる方は Amazon で見てみてください。2860円になります。で、次なんですけど、やっぱメディアですね。メディア皆さん結構考えていらっしゃる方いると思います。メディアは必須になるので、今使っているものとかっていうのを使われる方もいると思いますが、私はこちらを購入いたしました。コバルトの 328GB。もうこれ EOS R5 に入って散々使っているので知っていると思いますけれども、まあこれですね。はい。私はこちらのプログレードの古い方です。今最新版が出てるんですけど、これは1個古い方のやつ。325GB のコバルトをゲットして使っております。で、もう1個実は SD カード持ってるんですけど、これまだ使ってないんですよね。はい。これはゴールド。プログレードの 128GB。で、これはゴールドでいいなと思ったのは、R5 に関しては 8K 動画とかね、4K の120コマっていうのは撮れるんで、書き込み速度、連続書き込み速度が速くないとそういうものが書けません。なので、コバルトを買ったという感じなんですよ。で、R6 に関しては 8K とか 4K の120コマ撮れないので、こちらの SD カードで書き込み速度が、ね、最低の書き込み速度が間に合うので、ゴールドにしたという感じです。で、ここに書いてあるんですけど、SD カードの規格、ここに書いてありますよね。これは UHS-II というやつで、V60。つまりこれ、V60 っていうのは 4K の60個までは撮れる規格になりますので、まあ、V60 あれば十分ということでございます。この SD カードもコバルトだと V90 とかあるんですけど、まあ、R6 で使うこと前提で買ったので、まあ、V60 でいいかなっていう感じですね。で、R6 が来るまでは基本これ R5 に挿して写真撮ったりとかそういうことでも使えると思って買っているという感じでございます。なので、ここ、ちょっと今ね、R6 の話もしちゃいましたけど、8K の動画、それから、まあ、ローだったりね。それから 4K の120コマを撮らない人はこれでも十分です。4K でも撮れますんで、こっちでもね。はい。そこちょっと高いんで、で、値段がね、こっちのコバルト結構高いので、割り切ってしまえば、
こちらでも十分使えるのかなと思います。でちなみにお値段がですね、私が購入したのはこれ7月11日に購入いたしました。つまり R5 の発表、正式発売の発表があった時にもすぐ買ったという感じで1万円割引だったんですよね。39,999円で買っております。日付がね変わった瞬間に1万円値下がりしたんで、発送前だったんで1回キャンセルしてすぐにもう1回買い直したという感じです。これがプログレードの 128GB のゴールドってやつですね。はい、これが6654円ということでございます。 Tラボチャンネルで次カードリーダーになるんですけども、カードリーダーの方はですね別の動画でこんなのがいいよみたいなのをお話しておりますので、まだ見ていないという方はぜひともカードの方をクリックしてそちらも見ていただければと思います。で私が購入したのは、ちょっとざっくりになっちゃうんですけどこの2つですね。はい、まず1つ目がプログレードさんの、USB3.2 ジェネレーション2のデュアルスロットのカードリーダーを購入いたしました。これは、CF エクスプレスのタイプ B と SD の UHS-II が対応しているものがデュアルで付いているものになります。でこれはね結構前に買ったので、これは5月19日に買ってますね。はい、もう5月19日にさっさと買っちゃったという感じ。セールやってたんで買ったんですよ。でこれはその時にお値段が7299円で買っております。これ多分普通に買うと9000円とか1万円ぐらいするはずなので、そういう意味ではまあ安い時期に今売り切れまくってますけど買えてよかったかなと思ってます。はい、そしてもう一個は先日お届けしたこちらですね、デルキンさん、デルキンデバイスの、これは CF エクスプレスタイプB 専用、1個しか読まないやつですね。これはつい先日買いまして、お値段が6160円ですね。はい、で速度的に CF エクスプレスのタイプ B 読んだらこっちの方がちょっとだけ早かったので、まあ今これまだ在庫あるんだのかなちょっと分かんないですけど、これ売り切れまくってる、全然手に入らないので大至急欲しいよって方はこちらを購入してもいいかもしれないですね。はい、これを私購入いたしました。で次なんですけども、こちらになります。はい、これはですね何かというと、使う人と使わない人とねかなり分かれると思うんですよ。僕はご存知の通り動画をメインで考えておりますので、今回追加で購入したということになります。すでに1個持ってるんですけど、同じものをもう1個買ったということですね。何かっていうと、すげえ単純に言うとダミーバッテリーですね。ダミーバッテリーのセット、バッテリーのスロットにこれ入れると電源取ってずっと動かすことができますよというものになります。でこれいろいろ製品出てて USB をね2本挿して取れるものとかっていうのもあったりするんですけど、僕これ家で使うときは基本 AC で使いたいので AC 対応のものを買いました。でこれはね結構昔からあるようなものなので、 LPE6 が出て 6N が出て、今回 6NH って言われてますよね。これねキラキラがついてるやつになってもずっとフォーマットというか形は変わっていないものですんで、もうこれがねかなりいっぱい種類出ております。なので僕みたいに連続で動画撮りたいとかタイムラプスを撮りたいっていう人には結構これ必須なものだと思うんですよ。で外でタイムラプス撮りたいって人は AC ではなくて USB 給電のものにしておくと、モバイルバッテリー、でかいモバイルバッテリーにぶっ刺せばずっとタイムラプス撮ることできますんでね、そういうことを含めてこういったものを考えていただけるといいかなと思います。ちなみに私は今回購入したこの AC で使えるものは2699円ということです。はい、そして次はですねこちらを追加で購入いたしました。もうこれ皆さんご存知ですよね、ピークデザインの、スペアクイックコネクターということでございます。これなんだっていうと、ここの部分これですね。はい、で今ですね私3台体制で EOS-R、EOS-RP、そして R5 という状況になっておりまして、 EOS-RP と EOS-R6 を交換でというようなことを考えておりまして、そうするとですね普段使ってるストラップがちょくっちゃくちゃで申し訳ないんですけど、ピークデザインのクイックなんとかってやつ使ってるんですよね。ちょっと忘れちゃった、これなんつうんだっけな、名前分かれて忘れちゃったんですけど、ピークデザインのやつでこれで簡単に取り外しできるよっていうこのストラップを使っておりまして、そうね、まあ、結構これ使ってらっしゃる方多いと思うんですけど、海外旅行とか外でするときはカメラぶら下げながら行きたいんでこれ使いたいんですよね。で、ちょっとご飯食べにとか軽くお出かけして写真撮りたいみたいなときはこれなんだっけ、これカフっていうんだっけ、ちょっと忘れちゃったんだけど、っていうのをこう片手につけてこれで手を通して持っていくっていうような感じで使っております。で今回3台に、ミラーレスがなったことによってですね、これの数が足りなくなったということなので追加で1個買いました。なので、1セット使うんだけどもう1セット残ってるような状態ですね。はい、フルサイズのミラーレスが3台になったので、まあ、しょうがなく1個追加で買ったということでございます。なので1個余ってる、まあ、またなんかカメラ買ったらね使えるんでいいかなと思います。でこれはビッグカメラで在庫でパッと買いました。1420円 10% ポイント還元ということですね。はい、これを追加で購入して R5 につけてます。
ティーラボチャンネル。でこっからは結構大物になっちゃうんですけど、で EOS R5 が来た日に開封動画を撮ってすぐですねテストの 8K の動画を撮りに行きたかったので、この EOS R5 にですね今撮ってる、第3元の広角側のズームをつけて出かけて、でそのついでにですねレンズ買っちゃったっていう感じなんですけど、これですね、これが RF2405F4から7.1ISSTM というレンズになります。今撮っている RF1535F2.8L っていう、第3元の広角側のズームですね。これ結構高くて30万円ぐらいするレンズですね。で今この皆さんがお届けしているこの絵ですね、この絵上で撮っているのがこれがね 35mm の F1.8STM というレンズでございまして、これまあ結構6万円ぐらいだったかなという感じ。僕ほとんど動画を撮ったり海外旅行で自撮りしたりとか、こういう開封の動画を撮ったりですね、あと風景とかを撮るのが好きだったりするんで、基本的に使うのって、超広角域から標準ぐらいまでしか使わないんですよ。使っても 50mm ぐらいまでっていう感じであんま使わないんですよね。なのでいいレンズがないんでうーんと思ってたんですけど、今回 R5 がね、購入したことによって本体3台レンズ2本になっちゃったんですよね。まあ、EF レンズは持ってるんですけど、あの海外旅行用の超望遠とかそういうのしか持ってないの でどうしようかなと思ってて、まあ結構ね今更 R5 買ってるのにまた第3元買うのもなとか、安いのないないいのないなと思ってたら、まあ、この存在じゃ知ってたんですよ。このレンズの存在知ってたんですけど、寄れるレンズっていうのは基本的には欲しいんですよね。でこれ僕単純に2405のキットレンズなんだろうなと思ってて、あんまり注目しなくてあんま購入する予定もなかったんですけど、今回その R5 来たことによっていろいろ調べてみたら、これの特設サイトみたいなのがキヤノンにあって、で確認したらかなり寄れるということみたいで、だったのでまあ購入したという感じですね。これがビッグカメラで買ったのが66,000円の 10% ポイント還元ということでございます。なのでビッグカメラとかではなくて新宿西口のですねあの辺のお店だと多分 59,400円なのかなと思います。でなんで僕今回高いのにビッグカメラで買ったかっていうと、ポイントがですね4万何千ポイントあったんです。4万6000ポイントが溜まってたのかな。なのでそのポイントを発動して2万円お支払いしてこのレンズゲットしてきたということでございます。いい映りなかなかいい。そして一応最後ですね、最後がこれになります。ドーンということでスピードライトでございますね。スピードライト EL100 というものも購入してしまいました。これもですねビッグカメラで購入しまして、こちらは 21,830円ですね。21,830円、初めてちゃんと自分でこういう別体の、まあ、いわゆるストロボスピードライトを購入したということでございます。でこの機種とも、まあ、その時直んだのが 470EXAI っていうやつですね。セットしてポチッとボタンを押すと、シャッターを押すと自分でどっちを向きにこうバウンスさせるのがいいのかっていう、自撮りガチャ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 ってなんか動いてこっちみたいなのを診断してで発光するっていうタイプのやつ、 470EX っていうのとこれと悩んだんですよ。でまあその自動のやつ云々っていうところに悩んだんではなくて、その発光量ですね、発光量ですげえ悩んで、ガイドナンバー47なんですよね、大きい方のやつが。26か。だから倍までは違わないんですけど、1.7 倍ぐらいあっちの方が発光量が多いんですよね。ただこれ僕どこで使うかっていうと、広い会場で使うとかそういうことって考えてなくて、基本的に自分の部屋でこれ使ってですね、サムネイルの写真とか撮るのに使おうと思って、今回 EOS R5 を購入したついでに、まあ買おうと思ってたんですよね、スピードライト。なので勢いで購入したという感じでございます。で、撮った感じとしては、我が家で僕がね、使う用途としては十分な光量があったので、まあ良かったなと思っております、ということでございます。ティーラボチャンネル。はい、ということで今日はですね、私が EOS R5 の購入に合わせて買ったものをいろいろご紹介させていただきました。まあ、勢いで買っちゃったものもあれば、まあ、SD カードだったりカードリーダーだったり、まあ、あった方が限りなく便利だろうというものを購入したりとかですね、いろいろ買っているという感じでございます。で今日の僕のを見てですね、これ私も買おうとか、これ僕も買っとこうみたいなのって多分見つかった人もいれば、ああちょっとじゃあこういうのも必要なのかなって思った方もいると思うんですよね。で、僕今回のでお話しなかったのはバッテリーですね。バッテリー、予備バッテリーについては何もお話ししなかったんですけど、これごめんなさい、サードパーティー製のやつを1個買っていて、計3個持っているという状態なんですね。3個くらいあると、大体僕海外旅行行って1日取り切れるんですよ。2本あればギリギリって感じで、予備で1個持ってきたね、3個っていう感じなので。なので、まあ、いっぱい写真撮りたいよっていう方は、予備のバッテリーを購入されてもいいのかなと思います。あと、まあ、カードですね。8K 動画、そして 4K120p を撮らないのであれば、プログレードのコバルト買わなくてもいいと思いますんで、もうその辺を割り切ってですね、これ高いですから、5万ぐらいしますんで、
そう考えるとちょっとまだもっと値段落ちてくるまで待とうかなっていうことにしていただいて、 UHS-II の SD カード、まあ、僕はたまたまプログレードの V60 か 4K の60個までだったらこれ取れますんで、そういう意味で UHS-II の SD カード 128GB ぐらいのやつが6000円とか7000円で買えますのでね、そういうものにして一旦お値段安くしておくというのも一つありかなと思います。はい、ということで今日はですね、私が EOS R5 を買って使う上でいろいろ購入したものを皆さんにご紹介させていただきました。今日の話面白いなと思ったら高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。